さん、始まりました。大人散歩カフェ巡りをしております。前回はですね、別所沼を眺めながら素敵にモーニングしましたが、またもや素敵なカフェを見つけました。木の花さん、すごくいい雰囲気ですね。古民家カフェかな。私、松井咲子がちょっぴり大人なスポットをご紹介。大人散歩。失礼します。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。すごい、こちらカフェですよね。はい、そうです。すごい、なんかお家みたいな、はい、雰囲気ですけれども。はい、うちをカフェにしました。おじいちゃんとおばあちゃんが建てたうちで、私はここで育ちました。あ、そうなんですね。はい、通りでこんなになんか安心感があるわけだ。はい、安心感はありますね。建物は昭和10年からありますので、90年。90年になります。もう外観からとっても素敵な、はい、なんか趣のある雰囲気で。 ありがとうございます、うん、ピアノがありますね。はい、1950年にアメリカで作られたものです。で、それがシカゴで作られたっていうのが裏目にシリアルナンバーとかありまして、はい、で、あとロサンゼルスの楽器店で売られてたっていうような、海を渡ってやってきたものです。こちらも素敵ですね。こちらはおじいちゃんが使っていた書棚です。へー、はい、こんな綺麗な形で、はい、粘土の家具も残ってるのもいいですよね。はい、はい、そうです ね、 ね、はい、思い出がたっぷり詰まったこちらのカフェで、はい、ちょっとまったりさせていただいてもいいですか。はい、どうぞぜひ。はい、ありがとうございます。やったお待たせいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スペシャルケーキセットでございます。すごい、これはスペシャルが過ぎるって。こんなにいろんな種類のケーキが。はい、このケーキは、はい、全て手作りでございます。こういうケーキをちょっとずついっぱい食べたいなってカフェに行くと思うんですけど、はい、それが叶った。はい、ありがとうございます。幸せ、好きが集まっちゃった。最高だ。じゃあちょっといただきますね。迷っちゃうけど、やっぱりシフォンケーキ。ちょっとふっかふか。いただきます。うん、食べてない。消えちゃいます。こんな軽いんですね、シフォンケーキ。はい、今日まだ何も成し遂げてないのに、こんなご褒美みたいなことしちゃっていいんだ。いただきます。うん、天才。ありがとうございます。初めて言われました。このケーキセットはどういったこだわりがあるんですか。はいはい、私が好きなものを集めました。自分が一番食べたいと思ってるものです。そうか、はい、確かに毎日食べたい。こちらはルフナというスリランカの紅茶でして、コクがあってミルクに合います。うん、いただきます。うん、美味ですわ。こんな感じになっちゃう。うん、それくらいなんかもう本当に優雅な時間を過ごせますね、こちらは。で、お紅茶もね、とっても美味しかったんですけれども、はい、何かあのスペシャルな飲み物があるっていうのはちょっと小耳に挟んだんですけれども、はい、バラの紅茶でして、奥出雲バラ園のバラと静岡県の和紅茶を合わせたものですが、はい、ちょっとそれも気になりますね。さあ、ということでこちらの古民家カフェで
美味しいスペシャルケーキセットをいただきました。本当にいい雰囲気で、そして美味しすぎるケーキをねいただいて、もう心も体もお腹も大大大満足でございます。ちょっとね、私はもう少しこちらでのんびりして帰りたいと思います。以上、大人散歩でした。バイバイ。